全日本卓球選手権大会、ジュニアノブ、一般ノブ、群馬県予選会日程、2023年10月7、8、9日場所、大和市民体育館前橋、ジョブジョブジョブズ宮城体育館、写真、全日本ジュニア男子シングルス出場を決めた原沢俊太、卓王海栃木卓球センター、2024年全日本卓球選手権大会、以下、全日本、 が2024年1月22日から1月28日の日程で東京体育館にて開催予定となっている。それに伴い、全国各地で予選会が行われている。10月7日、8日、9日には群馬県にて予選会が実施され、男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルス、ジュニア男女シングルスの出場者が決定した。男子では、下田陵、集託会、 が男子シングルスと男子ダブルスをどちらも1位で予選を通過し、2種目で本戦出場となる。また、高柳春と、立命館大、も男子シングルスで予選を通過した。ジュニア男子シングルスでは、高橋久遠、ティット、2022年の全日本株優勝の原沢俊太、拓王海栃木卓球センター、らが予選を勝ち上がっている。女子では、伊勢学美、 筑波大と桑原美穂、中京学院大の大学生二人が決勝リーグ2勝1敗の三つどえを抜け出し、女子シングルスの予選を通過。また、上田愛花、プーチャンズが女子ダブルスと混合ダブルスのダブルス2種目で本戦出場を決めた。各種目の予選通過者は以下の通り、男子シングルス、下田涼、修卓海、高柳春と立命館大、女子シングルス、 伊勢なみ、筑波大、桑原美穂、中京学院大。男子ダブルス、下田亮、小林良平、修卓会。女子ダブルス、上田春香、上田愛香、プーチャンズ。混合ダブルス、佐々木マナと、日本大、上田愛香、プーチャンズ。ジュニア男子シングルス、高橋久音、フィット、原沢俊太、拓王会栃木卓球センター、後藤吉樹、沼田高校。 ジュニア女子シングルス、長谷川智香、樹徳高校、詐欺坂恵忠、樹徳高校、原沢京香、スクリックス。